国道322号は福岡県北九州市小倉北区から久留米市に至る一般国道である。起点の城の交差点は国道10号と交差する交差点である。この交差点は同市小倉北区片野にあるが、この地域は1974年に小倉区が南北分割された際 JR 九州日本本線沿いに生じた境界地帯である。 しかし、実際の交通の流れとしては、国道指定されていない黄金2丁目交差点から、バイパスに接続する、肩の4丁目交差点までが、国道322号と同じ扱いとなり、本線急道とバイパスを結ぶ肩の4丁目交差点から、城の交差点までの区間は、国道として指定されている。これは、北九州モノレールの整備に伴い、 慢性的交通渋滞を緩和するため行われたものである。起点から九州自動車道小倉南インターチェンジまでは北九州市の市街地を走る。小倉南インターチェンジ以南からは住宅地は減り、小倉南区郊外の田園地帯となる。起点から河原町、木部峠までの本線、呼ぶのバイパス区間は大ね両側4車線の回送路でモノレール開業を契機に、 段階的に拡張されていったものである。横を並走する、残された本線急道は片側1車線ずつの道路である。ただし、本線急道でも、城の交差点から、陸上自衛隊国倉駐屯地入り口前までの区間は、福音が広い。これは、西鉄の路面電車、北方線が走っていたことの名残である。北九州市と河原町境界に位置する、木辺峠交差点で、 本線急道とバイパスとが交わり、トンネル区間となる。トンネルを抜けると、再び本線急道とバイパスが分かれ、バイパス整備が進んでいる観音口交差点付近で、最後流、片側1車線ずつの道路となる。ただ、安全のため観音口交差点に近づくとバイパスも、片側1車線しか通れないようになっている。北九州市から田川市に至る区間は、 かつて断光のあった筑豊地域を通過していたため、石炭輸送のために整備された。現在でも筑豊地方と北九州市を結ぶ主要道路であり、交通量が非常に多い。田川市街地を抜けると、釜市山田市街地を通る。旧山田市地区を抜け、旧加古町から浅倉市境会にあたる八丁峠区間はカーブが多く、道幅の狭い峠道であるため交通量は少ない。 この区間は八丁トンネルを含む八丁峠道路が整備され2019年11月16日に開通した朝倉市に入ると秋月地区を通るが城下町は迂回するルートになっている朝倉市街地を抜けると立ち洗い町因後は改良された区間が続く久留米インターチェンジ直前の区間は建設事業中の国道3号バイパス トスクルメ道路の一部として計画されており IC 前後の区間は都市計画道路東アイカ川の伏セり幹線の一部である高速道入口交差点の手前300メートルに高速道入口交差点をアンダーパスする県道86号線の起点があるため当該箇所から高速道入口交差点までは県道86号の福道扱いとなる高速道入口交差点で右折して 終点の東町交差点までの区間は、かつての国道210号である。久留米市街地を通る、この区間は、国道322号に広角となった現在でも、交通量が多く、2車線区間や4車線区間でも右折レーンが設置されていない箇所があり、朝夕を中心に渋滞しやすい、著名な渋滞箇所としては13部交差点がある。一見、T 字路だが、 t 字路が2つ組み合わさった変則十字路となっていることも渋滞の一因であり、一般的な十字路に改良する計画がある。ちなみに、標高800メートル以上の八丁峠、北九州河原間の木部峠などの峠区間もあり、夏は大雨による崖崩れ等の災害、冬は積雪や路面凍結による通行止め等の交通規制がなされることの多い国道である。 通行止めになった場合は、西の国道200号か東の国道211号に迂回することとなる。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り、釜石市加保祭電八丁峠、朝倉市秋月野長旧道の秋月城下町、北九州市内北九州市内については、モノレール開業に伴い、本線、バイパス、 国道外道路が複雑に入り組み、交通運用上で一体のものとして扱われている。特力小学校入口交差点大技、高津尾の山と運輸営業所近くまでは本線を拡幅している。また、黄金二丁目交差点片の四丁目交差点は、国道に指定されていないが延長区間上にあり、交通運用上は一体のものとして扱われ、 国道1号重複区間の渋滞緩和の役割を担っている。北方バイパス片の4丁目交差点特力、小学校入口交差点先、モノレール開業に合わせて整備、片側に車線の4車線として整備されており、交通運用上実質本線扱いである。本線急暇も残っているが、急に私鉄北方線区間は自動車をバイパスへ誘導し歩道を確保するため、 車線あたりの福音を広げた上で、片側1車線化した、予部のバイパス、小倉南区高津尾から同区、予部のまでの区間。片側に車線の4車線として整備されており、交通運用上実質本線扱いである、本線旧道も残っている、河原バイパス河原大人バイパス、田川バイパス、河原町大麻砕道所から、田川市郊外を通り、田川市、 大和在の市四国寺の獅子膝までのバイパスが現在、建設中。トンネルを超えた木辺峠交差点から、観音口橋交差点までと、田川市、大和在の市四国寺の獅子膝から大東町大和、今東原までの区間はすでにに共用中。山田バイパス、鎌市、上山田地区から、山田地区の市街地をバイパスし、八丁峠を通らない、新竜と建設が1990年代から、 計画された。2010年10月の段階では、分岐点から、釜市山田球場への 3.2km が、強用されている。釜バイパス前日の山田バイパスと、大熊交差点を結ぶ路線。現在は、未開通、大熊峠にある、線形不良箇所や、高さ制限のある複学水道を回避する目的で、整備される。千住バイパス、釜市の千住地区をバイパスする路線。 河原大人バイパスや八丁峠道路の開通による交通量の増加を見越して県道の西側に整備される2016年度共用八丁峠道路詳細は八丁トンネルを参照橋ア路が多く残り崩落等の災害積雪凍結等による通行規制がかかりやすい八丁峠をバイパスする道路2019年11月16日に開通 天城立洗いバイパス詳細は、天城立洗いバイパスを参照は桜島だから、立新町本郷の陣内交差点までのバイパス、福音教書、線形不良、踏切などを改善する目的で計画され、2016年2月27日に開通した、峠、編集起点からトンネル、編集起点から、ありがとうございます。